はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したいマクロ情報はこちら。ファイヤーボンバーの12年ぶりの新曲バンバンバンがリリース決定。さらにベストアルバム、ウルトラファイヤーもアナログ版で同時リリースということで、今年30周年を迎えるマクロス7の劇中に登場するロックバンドファイヤーボンバー、昨日ですね、8月15日は主人公である同バンドのボーカルであるバサラの誕生日ということで、その日に、12年ぶりのシングルバンバンバンとさらにベストアルバムが発売、10月30日にリリース決定ということで、はい、このタイトルは、ネッケバサラとミレーヌ・フレア・ジーナスの情熱的な掛け合いに、聴き手もシャウトして盛り上がれるようなアップテンポのロックチューンに仕上がってますと。でシングルには、バサラとミレーヌの各ソロ新楽曲が収録予定となってますと。なんで、この曲と、この曲ってか2人の曲とバサラとミレーヌ各それぞれの、3曲ぐらいが新曲多分追加されるっぽいですね。でジャケットは、セブンのキャラクター原案の三木本さんの新規書き下ろしデザインで、初回生産分限定で特殊パッケージ仕様となりますと、はい、でウルトラファイヤーのアナログ版もリリース、はい、初回生産分は限定カラーバイナル仕様となっていますと。で、9月15日、これは別ですね。はい。で、値段が1540円。シングルの方は1540円となっていますと。収録楽曲はバンバンバン。これは2人の曲ですね。で、他はバサラとミレーヌのソロ楽曲。で、こちらですね。マクロス魂の入ってる方は、ビクターオンラインストア、マクロス魂から飛んでいただいて購入予約すると、マクロス7の30周年アニバーサリーロゴステッカーもらえたり、ビクターオンラインストアだったらジャケットミニデザインミニクリアファイルとかがもらえたりしますと。特典は、はい。でウルトラファイヤーの方はこんな感じですね。VF19 のファイヤーバルキリーと VF11 のミレーヌの機体をイメージされた赤とピンクの感じとなってますと。はい。楽曲はこんな感じで入ってますと。CD のやつと、収録内容とは同じですね。バージンストーリーが12年前になるんですかね。マクロス12年、そのぐらいですかね。そっからの新曲なんで、まさかセブンも、ちょっと前に、ちょっと前っていうか3年、2年ぐらい前に、フロンティアも来ましたし、そっからセブンも来るなんてっていう風な感じと思われるんですが、セブンファンにとっては、素晴らしい、一曲になるんじゃないでしょうかという感じで、はい、皆さんもよければ10月30日約2ヶ月と2ヶ月半ですね、お待ちいたしましょうという感じで、今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス情報でお会いいたしましょう。